どうも皆さんこんにちは、 J リーグお決まりチャンネルのハリボーです。さて本日は J1 リーグ第30節横浜 F マリノス VS 北海道コンサドーレ札幌、こちらの試合を振り返っていきたいと思います。今回は私ハリボーとカヤミシオルドロレでやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホームそしてスペシャルユニフォームでの連勝記録は途絶えましたが、クリーンシートと無敗は継続、苦しい時間もありつつも仕留めきれずスコアレスドローに終わった、こちらの試合のポイントを振り返っていきたいと思います。それではいきましょう。まず両チームのスタメンはこちら。マリノスはエドゥワルドが出場停止で角田が久々の先発、それ以外は連戦中一貫してコンディション面を考慮したマイナーチェンジ以外は行わない方針となっています。大きな怪我ではないようですが、引き続き小池龍太は大事を取ってメンバー外となっております。札幌はディフェンスラインに菅を入れ、金子をウィングバックに置きました。前回対戦時福森の背後を相当狙われたので、おそらくその対応もあっての配置と考えられます。またセンターフォワードには興梠ではなくシャビエルを配置しました。水曜に試合がなかったのでコンディション面では札幌の方に分がありそうです。雨が降ったり止んだり、そして蒸し風呂のような蒸し暑さと見ているこちらもきついコンディションではありましたが、序盤から双方とも狙いのある攻撃が見られました。マリノスは下で回しながらオールコートマンツを剥がし、一気にサイドを攻略しクロスの形まで持ち込みます。一方札幌は保持の際はボランチの高見出がディフェンスラインに下がり4バックを形成、この日は3センターバックに入っている菅も高い位置に押し出せますし、何よりウィングバックの金子ルーカスをさらに高い位置を取らせて、一気に逆サイドまで展開し、彼らのドリブル能力の高さを生かしてチャンスを作っていました。発射台となる高見出をはじめとした後ろの選手になかなかファーストプレスがかからず、大外に展開されて1対1の形を作られる、途中から逆のウィングもプレスバックして若干改善はしましたが、神戸に ACL でやられた時と似たような形が多かったというのがかなり気がかりでした。しかし双方のゴールキーパーが好セーブを見せ、得点には至らず前半終了。ハイライトの21分のシーンとか特にそうやけど、ルーカスにあの高い位置で自由にドリブルされると結構嫌よね。そうね、結構タッチも細かいし、なんかステップワークも良くて、縦にも、中にも行けるっていうので、松原もともとそういう1対1の対応得意じゃないっていうのもあるけど、あそこは相当、苦しかったなっていうのはあるね。後半の立ち上がりはマリノスの方がいい入りができていただけに、ここの15分ぐらいで仕留めきれなかったのが1個ポイントだったかなと思います。ロペスのゴールは結果的に VAR の介入の末取り消しにはなりましたが、札幌も徐々に疲労が出始めたあの時間帯で取れるともっと違った展開になったのかなと思います。終盤は順位的にも勝ち点1でいい札幌はそれを見据えた戦い方を選択したので、前半と比べると見応えに欠ける展開とはなってしまいましたが、マリノスもなかなかラストの質が低く0対0のままタイムアップ、前日に川崎が引き分けたため、勝ち点差を広げられればベストでしたが、この9月の5連戦を3勝2分けで乗り切れたというのはポジティブに捉えていいのかなと思います。この終盤戦は特にそうやけど、首位のマリノス相手にはやっぱり引き分け OK っていうか、むしろ引き分けとかラッキーぐらいで思ってるチーム多いよね、会話。ガンバもそうやけど。本当にガンバもそうやね。今季の下のチームは本当に順位が詰まってて、札幌はその中でも少しだけ上の順位ということで、勝ち点を1でも積み上げるっていうところが、非常に大きいんじゃないかなと思います。時間稼ぎってところに関しても、引き分けで OK って思いながらも、その時間稼ぎ、マリノスは絶対に勝ち点3が欲しい中で、時間稼ぎみたいなことをして、マリノス側がフラストレーションを貯めて、プレーが雑になったりしたら逆に札幌の方にチャンスが出るぐらいの、そういった戦術的な意味もあるのかなと思うので、そこはそんなもんだよねっていう感じですよね。やっぱりそのマリノスに対して他のチームが勝ち点3とか勝ち点1を稼げない中で勝ち点を稼ぐことができればシーズン終わった時に大きな差になると思うので、そういった意味でも勝ち点1だけでも持って帰りたいっていう風に思うのは、どのチーム、下位のチームは特にそうなんじゃないかなっていう風に思います。でも名古屋は次の試合勝ち点3狙って頑張っていきたいなと思っています。最後の一文はちょっと置いといて、結構マリノス日程的にも下位との対戦がもう続くっていう中で、こうした展開っていうのは、ある程度想定はつくというか、引き分けでも全然 OK っていう今回の札幌みたいな戦い方は全然あると思うから、だからこそ前半とかないし後半も立ち上がり15分ぐらいまでにはやっぱり仕留められると、どうしても相手が前に出てこざるを得ないっていう
状況を作る方が大事かな。まあ終盤になってくるとどうしてもこうなってくるし、まあ、それになんか焦って雑なプレーしちゃうっていうのはさっきも言ってくれたけど、それこそ相手の思うツボだし、まあ、それには乗っからずあくまでも自分たちの土俵でまあ勝負していくっていうのが大事かなとは、まあ、この試合見てて改めて感じた印象でした。ガンバにも3点ください。絶対に嫌です。絶対に勝ったやん。個々の選手を見ていくと、先ほども少し触れましたが、ゴールキーパー高岡の活躍がこの日も光っていました。まあ、天候が難しい状況の中で、フィードの調子はいつもと比べると高くなかったですが、まあ、セービングでかなりチームを救っていました。キャッチが難しい時には相手のいないところに弾くといったメリハリも良く、まあ、こぼれ球を押し込まれる形をうまく避けていたように思います。1点を争う展開の中、ゴールキーパーにかかる重圧は大きいとは思いますが、まあ、これからも守護神として君臨し続けてほしいものです。やっぱ見てる限り、これだけシュートストップできるのは本当にすごいなと思って、で特に近い距離でシュート打たれた時の反応が素晴らしいなと思います。そろそろベスト11も決まってくる時期やとは思うんやけども、まあ、このまま優勝すれば確実にノミネートされるのかなと思いました。そうね、ちょっと E1 も呼ばれなかった時点で代表にはなかなか縁のない選手なのかなという印象はあるけど、まあ、これだけリーグ戦でも、まあ、フィードのところはもちろん結構大事な局面でのシュートストップもすごい目立ってきてるし、そしてさっきちょっと言ってくれたけど、近い距離のシュートっていうのも距離の詰め方がすごく良くて、相手としては、まあ、フリーなんだけど実はあんまりコースなくて打つところがそんなにないみたいな状況を結構意識的に作れてるかなとは思うので、まあ、そういったところの細かいところの一歩一歩っていうのも突き詰めてられているのが、まあ、今の活躍の要因の一つかなとは思ってます。そしてこの9月シリーズで光ったのは渡辺康太。今季私もかなり期待した選手でしたが、小さい怪我が相次いだりしたこともありなかなか活躍できておりませんでした。まあ、そんな中この連戦で90分出ても運動量は落ちず、そして今年の筋トレの成果が出ているのか、まあ、当たり負けする回数も減ってきている印象です。加入当初よりごつくなっていますし、まあ、元々の足元の技術をさらに発揮するための土台がここに来て整ってきた感じがします。ラスト5試合で彼にゴールやアシストの結果がついて報われてほしいな、まあ、そう感じさせるぐらい出来としては素晴らしかったです。さあ代表ウィークを挟んでリーグもクライマックスを迎えます。次節の相手はこちらのチャンネルでも解説しております名古屋グランパス。勝ち続ければ有利な状況は続きますが、ここで落とすと一気に詰められる可能性もあるので、今季戦績の良くないアウェーでの戦いもなんとか勝利をつかみ取ってほしいものです。またこちらのチャンネルでは他にも名古屋グランパスやガンバ大阪の解説も行っておりますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。バイバイ。さようなら。